はいはい、どうも松尾修造のこれ知ってますです。ありがとうございましたね。今日は、神奈川県にありますですね、小田原にあります、宝徳二宮神社という神社がありますね。あの二宮金次郎さんのこの滝を持ってこう本を読んでいる姿、よく昔学校とか銅像よくありましたよね。学問の神様であったりするんでしょうかね、商売の神様であったりするんでしょうか。最近ちょっとね、学校の銅像なくなってきまして、ね、こう立ちながら本読んでるのあかんとかね、夜に本読んでるのあかんとかいうことで、その私この前、連れて行ってもらったところ、その、宝徳二宮神社さんね、まあ、二宮金次郎さんの銅像を飾ってあるところなんですけど、見てください、これすごいんですよ。はい、見えますか、これわかりますか。はいはいはい、なんとですね、これ本じゃないんですよ。二宮金次郎さんのこれね、これ置物ですけど本じゃないんですよ。これスマホ持ってるんですよ。スマホ持ってまして、しかもなんとですね、これがスマホ多点になっているという、素晴らしいですよこれ。わかりますか。はい、これわかりますかね、わかりますでしょうか。はい、これ素晴らしいですね、本当に。何が素晴らしいって、神社その仏閣とか言うとなかなか硬いところで、なかなか新しいことしないね、古いするんですけど、その二宮金次郎さんが本読んでる、銅像があるからずスマホを持たして、そしてスマホ盾を作るという、この感覚が私はもうたまらなく好きですね、これ。もう最先端行ってますよ、二宮宝徳神社さん。本当に宝徳二宮神社さん、二宮金次郎、これぜひね、スマホを持った二宮金次郎さんのね、スマホ立て、これいいでしょ。神社に売ってるんですよ、これが。神社に、その神社に売ってるわけですよ。だからさ、今の時代スマホやいうことで本じゃなし売ってるとこ、販売、神社で販売してることが僕ちょっと素晴らしいな思いますけどね。松尾修造のこれ知ってません。どうもありがとうございました。